伊王島はアメリカ海軍の教襲揚陸艦、ワスプ級教襲揚陸艦の7番艦、2005年2月から第2艦隊機関を務める。艦名は第二次世界大戦の激戦地であった伊王島にちなんで名付けられており、アメリカ海軍所属艦艇の同盟の教襲揚陸艦としては2代目、先代は1993年に退役した伊王島級1番艦、伊王島である。 イオウ島は、1996年9月3日に、インガルス造船所で造船準備が始まり、1997年12月12日に、寄港される。2000年2月4日に浸水し、ミシシッピ州パスカグーラで、海兵隊の元司令官チャールズ C ・クルーラク将軍の妻ザンドラ・クルーラク夫人によって2000年3月25日に命名された。 乗組委員は2001年4月に乗船し、2001年6月23日に2000名の第二次世界大戦の退役軍人を乗せ所女公会に出発する。その多くは異王島の戦いの生存者であった。1週間後の6月30日にフロリダ州ペンサコーラで収益した。2006年7月のイスラエルのレバノン侵攻に際して、 アメリカ人の避難任務に当たっている。2019年11月15日、フロリダ州、メイポート海軍基地にて任務後のオーバーホールを受けている際に火災が発生。火は5時間にわたって燃え、11人が負傷した。幸い他の感染や基地設備への炎症はなかったが、火災原因や船体のダメージは現在調査中されている。ありがとうございます。